こんにちはチームハロンズです。この動画は週末の週刊為替レポートハロンズの内容を要約してお届けするコンテンツです。レポートの詳細は概要欄に記載してますリンク先からご覧ください。では早速参りましょう。まずは7月15日中の振り返りです。政府、日銀による円買い介入が警戒される中でも、底堅い米高流利上げ高を受けて158.856円までの戻りを試しました。しかし、 米国が中国の半導体規制でさらに厳しいルール検討とのニュースやトランプ氏のイエスドル高形成さらには日銀の利上げ期待からドル円は155.361円まで急落しましたその後は短期のポジション調整が一巡したためか157円後半へ戻すなど身動きの荒い展開でしたさて来週の見通しになりますがその前に7月22日中のイベントを確認しておきましょう 日本では、23日に日銀の貴重的なインフレ率を補足するための指標が発表されるほか、26日に東京都 CPI が予定されています。米国では25日に、4、6月期 GDP、26日に6月の個人消費支出が発表されます。日米の金融政策会合直前のデータとなるために、これらを受けてマーケット参加者の思惑が交錯しそうです。ここでチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介をさせてください。YouTube 概要欄から口座開設してキャンペーンにエントリーすると、 通常の口座開設特典に1000円に加え、新規取引1回1万通会場でチームハロンズ視聴者キャンペーン特典、3000円と合わせて5000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万5000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コードまたは YouTube 概要欄のリンクより先のページでご確認ください。さて、7月22日中のドル円ですか。4、6月期 GDP、6月個人消費支出の結果次第では、米国の7月利下げ観測がくすぶり続ける可能性はあります。 しかし、足元の個人消費の堅調さを鑑みると、7月利上げの角度は高まりにくいのではないでしょうか。円がもう一段階戻されるには、米国のさらなる金利低下観測が必要とみられますが、今はそうした時期ではないため、ドル円の下落も今後、徐々に落ち着くと考えています。日銀会合の観測報道に手が焼くことも想定されますが、全体的には底堅い展開を考えています。ドル円のレンジは155円から159円を想定しています。 詳しくはレポートへのリンクを概要欄へ記載していますので、そちらをご覧ください。最後になりますが、番組が気に入れば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、ご意見、ご要望があれば、お気軽にコメント欄へご記入ください。本日はご視聴、ありがとうございました。